それではこれより、知事の会見を始めます。まず最初に小長知事よりコメントがございます。小長知事よろしくお願いいたします。はい、ご苦労さんでございます。不作為の違法確認訴訟の最高裁判決を受けた知事コメントを申し上げます。不作為の違法確認訴訟における福岡高等裁判所那覇支部の判決を不服として、去る9月23日に行った上告受理の申し立てについて本日最高裁判所において上告を棄却するとの判決がなされました。最高裁判所には法の番人として少なくとも充実した審理を経た上で判断をしていただけるものと期待しておりましたが、あたかも前知事の埋め立て承認が全てであるかのような判断を示し、また是正の指示についてもそれを制限する定めがないことを理由に無制限に地方自治体への関与を認め、国と地方を対等協力の関係とした地方自治法の視点が欠落した判断を示し、結果として問題点の多い高裁判決の結論を容認をいたしました。このような判断を最高裁判所が行ったことについては深く失望し憂慮をしております。私は知事に就任して以来、政府に対して辺野古が唯一の解決策であるという固定観念を捨て去り、辺野古新基地建設に反対する多くの沖縄県民の声に耳を傾けていただきたいと求めてまいりました。今回最高裁判所は福岡高等裁判所那覇支部とは異なり、辺野古が唯一との認定を行うことはありませんでした。改めて申し上げるまでもなく、県民の理解が得られない新基地建設を進めることは絶対に許されません。過去沖縄は日本の独立と引き換えにアメリカの施政権下に置かれました。日本国憲法が適用されなかった米軍統治下時代、苛烈を極めた米軍との自治権獲得闘争を粘り強く戦ってきた沖縄県民は、日米両政府が辺野古新基地建設を断念するまで戦い抜くものと信じております。私は今後も県民とともに辺野古に新基地は作らせないという公約実現に向け全力で取り組んでまいります。引き続き県民の皆様のご理解とご協力をお願いを申し上げます。そういうことでコメントを申し上げましたけれども、政治的な側面は私の方で当然のことながらまた答えさせていただきますけれども、法律的なものはですね、また今日弁護士も同席しておりますので、弁護士の方からも意見を聞きたいと思います。それから、事務的な件はですね、また担当の者がいますので、その辺もよろしくお願いをして、あと質疑を受けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは質疑の方に入りたいと思います。まず県内幹事社からお願いいたします。県内幹事社、琉球新報の梶本です。よろしくお願いします。改めてなんですけれども、オスプレイの墜落があり、その後、その飛行再開を中止を求めている中ですね、その飛行再開が県民の声を聞き入れないまま強行されるというような状況、さらに北部新年度の返還式典の中止も求められましたが、それも入れられない、県民の声が届いてないような状況の中で、この方面を判決が県敗訴という形に出ていますけれども、あるいはそういうような状況の中でのこの判決でいたことについてですけどね、お答えはい。北部訓練場の返還式なども、時期をそういうふうにですね、決めながら来たのかどうかというのは、この1、2ヶ月の混乱の中で、どうだったかなという思いもしますが、もう明後日ですかね、迫ってきております。そして今日最高裁の判決がございました。なおかつオスプレイに関してはおそらく、計画通りとかそういうような問題じゃなくて、偶発的なものだと思いますけれども、今この時期にですね、年末に今の質問のように、畳みかけるようにですね、3つも出てきたことというのは、大変これまでの
沖縄県が新辺野古基地は絶対に作らせない、オスプレイ配備撤回というようなことを強く訴えて、そしていろんな ある意味で手法も含めて今日まで来たわけですが、まあ、こういう形でですね、年末を迎えるというのは大変残念でありますけれども、ただ私は今のコメントにも申し上げましたが、沖縄県民のですね、不屈の気持ちというものは今こういう状況の中でも改めて新たな展開というものをですね、思いながらみんなで心を一つにして頑張っていこうと、こういう気持ちになっていると思います。ですから私も、新辺野古基地は作らせない、あるいはまたオスプレイ配備撤回というようなですね、固い決意でもってこれからも県民とともにですね、歩んでいきたいと思っております。すみません、もう一問。実際判決文がですね、わずか12ページほどでしょうか、というかなり短いものだったように私は思うんですが、そういうような体裁あるいは中身の部分が構想的だったのではないかなとも思いますが、その、全体的な正しい景色について知事のご見解を伺いたいと思います。はい、私も最高裁の判決というのはある意味で初めて見るわけでありまして、12ページが多いのか少ないかというのもですね、正直なところ分かりません。そういう形で出てきたということでですね、全部12ページですからさーっと1回は読み通しました。1回読み通しましたけれども、いろんな打ち合わせもありますので、それだけの状況でありますから、まず弁護士が今日はご一緒でありますので、その今の質問に対してのですね、思いみたいなものを弁護士の方からよろしくお願いしたいと思いますが、どちらの方が。はい、では、まず代理人の方から少しコメントをしたいと思います。まだ全体で議論したわけではないですから、まだ評価もいろいろと検討しなきゃいけないところがあるだろうとは思いますが、まず私の方からはひとまず3つぐらい申し上げたいと思います。第一に、この判決自体が極めて政治的な判決だというふうに評価せざるを得ないということです。で、安全保障政策という国策に関して最高裁はきちんと司法という観点から、統制を図ろうとしない、それをどういう手段で行ったかというと、前知事の、承認処分、この行政処分の裁量を広範に認めるという手法を用いて、国の政策を容認する判決をした。これは法的にも極めて、不十分というか問題がある中身だったと言わなければいけない。で、行政処分に対するこの司法的統制というのはこの間、だんだん厳しくされるようになってきた。それは法治主義という観点からですね、行政処分の適法性というのを司法が厳しく審査しようという考え方になってきていたはずであるにもかかわらず、その流れとは逆行するような、前知事の処分を、ほとんど中身の審査をせずにですね、容認をするという形で国策を追認した。これが第一の大きな問題だと思っております。で、2つ目に、今回は地方自治体と国の争い、地方自治体が、法定自宅事務として委ねられたものについて、どのような、関与が国ができるのかということが争われた。まさに地方自治が問われる裁判だったわけですけれども、地方自治法における国と地方が対等という観点を、全く、法の解釈の中で反映させようとしない、地方自治法の精神というものを、理解しない、無視するという形で地方自治を蝕む判決になったというふうに言わざるを得ない。これが2つ目だと思います。ただし第3点に申し上げますけれども、最高裁はこの1号要件2号要件について具体的な審査、まあ、極めて薄い審査ではありますけれども、審査をして高裁判決の中身を入れ替えたわけです。判断基準を、不十分というよりは定立して、その判断基準に従って違法とは言えないということを挙げたわけですが、この中で1号2号で挙げた中は事実関係はですね、高裁判決で、裁判所が自ら安全保障政策と、そして沖縄の在り方、そういったものについてまでずかずかと、踏み込んでいって、判断できるはずもない
安全保障の問題、辺野古唯一というような問題について、断定をしたのに関して最高裁はさすがにそこの判断は入れ替えて、そこまでは判断に含めなかったということは言えると思います。ですから高裁判決で辺野古唯一だと認められたんだというふうに言う人たちがいましたけれども、さすがに最高裁はそういうふうなことは言えないということは、かろうじて言えたのではないかというふうに思います。私から言うと他の大臣人からまであれば、松永です。加藤大臣が言われたことと同じなのですが、非常に政策的なのですが、判断だと思います。が政策的なことは理由は何も書いていないんです。どういう意味で政策的かというと、本来2ヶ月で、本当に判断を示すのであるならば2ヶ月ではできないはずですね。そうするとまさに理由が何もない、こういう水面埋め立て法の要件について初めて最高裁判所が判断を示したのに、こういう水面埋め立て法の目的が何であるとか、承認の法的性質が何であるとかということを一切そういう難しい問題に判断を示さないで、降水法の要件はこうであるということ、これは非常に異例なことだと思います。そこまで踏み込んで判断をしなければできないはずなのに、そういう判断もしないであっという間に。そしてもう一つ、先ほど加藤代理人からあった通り、最高裁は裁量処分、裁量についてどん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 限定をして司法審査の範囲を広めていくようなことをこの間ずっと積み重ねてきました。裁量処分が適用かどうかを司法が厳格に判断をするのであれば2ヶ月ではとても判決が出ないはずです。それを先ほどあったように全知事の判、その都道府県知事の裁量というものをほぼ無限定に認めてしまって、違法になるような場合はもうほとんど考えられない事実に基づかず判断するとか、明らかに法律を変えているとか、ほとんど考えられないような事態にしかなりませんよという形でほっとしていた。だから今までのこの法律面で最高裁の流れを全く違う判断をすることによって速やかな判断をする、そういうふうに非常に政治的な判断だと、直接政治的なことは書いていないけども極めて政治的だったということは言えると思う。ただこの判決については一点、最後のところ結論において是認することができる、原審の判断は結論において是認することができると言って、理由は先ほどあったように取り替えられました。そういう意味では原審が国防上の必要性については国の判断が優先されるなどと言っていたことも採用、そこは追認せず、あるいは辺野古が唯一であるということも一切追認をしなかったということです。そういう意味では都道府県知事の権限というものを非常に広く認めたわけですから、今後も都道府県知事が権限行使をした場合には国はその判断を尊重しなければならないということにはなるのだろうというのも、私は言います。では経済関係をお願いします。関係は共同通信社です。前回知事の記者会見で取り消しの撤回に関して長く伸ばしてもどうかと思ってご発言されていましたが、今回判断が出されたことで取り消しの撤回の時期について年内来週にも判断をして終わるとしてください。はい、行政が司法のですね最終判断を尊重することは当然であると今日まで話をしてまいりました。敗訴を受けて、取り消しの時期はということでありますけれども、速やかにですね取り消しの手続きを進めていくということでですね、今日はご理解をいただきたいと思っております。もう一問お願いします。菅官房長官は昨日の会見でですね、オスプレイの事故と辺野古市と関係ないと明言されていたんですけれども、裁判で敗訴の結果となりましたけれども、今回先週のオスプレイの事故はですね、辺野古市にどう影響が出るかという資料がわかりますか。私は辺野古新基地はオスプレイのための基地だというふうに思っております。これは森本元防衛大臣がオスプレイが配備される以前からですね、普天間はオスプレイが100機ぐらい来るということには耐えられないと、新辺野古基地でですねオスプレイはやっていくんだというようなことでありました。でその森本元大臣がですね、その5年ぐらい前に予言をした通り、
オスプレイは平成12年ですか、13年と12機ずつ来たというのは、あれまさしくあの著書の中に書いてある通りでありました。その意味から言うと、新兵の告知は完成をした暁にはオスプレイが飛び交うということになります。そういう意味から言いますと、今回のオスプレイの事故というのはですね、これは決して看過できるものではなく、そして私からすると墜落でありますけれども、そういったものの原因究明もですね、今のところさらりと話し合いしておりますけれども、考えれば考えるほどおかしな点があるわけでありまして、これを一切構わずですね、安全だというふうに、まあ、話をしたのも残念でありますが、もっと残念なのは日本政府がそれをですね、しっかりと検証することもなく受け入れたということに、私は大変憤慨もし、日本の安全保障のことをですね、ある意味で戦後70年間、背負ってきた県民にですね、そのこれから以降の方向性も別としても、今あるいろんな事件事故についてですね、説明責任もないようなものがですね、私はこれからのさらなる日本政府と沖縄県のですね、信頼関係のですね、欠如につながっていくなというふうに思っております。では他の知事にございましてお願いいたします。はい、沖縄タイムズさん。沖縄タイムズの吉田と申します。何点か伺います。まず知事に伺います。今日菅官房長官がですね、記者会見で菅さんたびたび持ち出すんですが、和解条項のことをまた持ち出してですね、和解条項が あるということも理由に県が従うべきだという趣旨の話をしました。で、知事に改めて確認したいんですが、今回の裁判の結果がですね、この和解条項の枠の中にあるのか、それとは別の話なのか、枠内か枠外かというのをどう考えていらっしゃいますでしょうか。はい、今回の裁判のですね、判決というのは前から申し上げている通り、ある意味で、判決に従うということが当然であるということで来ております。で、和解条項の件につきましてもですね、取り消し訴訟とかいろんなものに関わってまいりますので、これは私自身が今日まで話してきたことをですね、また弁護士の方にですね、正確にお伝えをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。今の覚悟ですけども、たびたび私申し上げてます。和解条項9項の話はそろそろ卒業してください。はっきり言って、もう官邸による情報操作以外の何者でもないというところなんです。なぜ和解条項が入ったかっていうのは散々申し上げてますけども、大執行訴訟の時に次に訴訟が是正の指示の取り消し訴訟を県は行いなさいという話だったんですね。で、それで仮に県が負けた場合に県が従わないと、また国は大執行訴訟を起こさんといかんとなる。それはおかしいでしょっていう話が出てきて、さすがに大執行訴訟2回はないですよというだけのことで、次に来る訴訟で、知事が負けた場合にはその承認取り消し処分は自ら取り消さざるを得ない、そういうことを従いましょうということを、確認するということで、その和解条項ができたわけです。で、和解条項の議論の中で裁判所からも国からも一切この和解この裁判の決着がついたら辺野古の建設を進める進めないということについて決着をつけましょう、協力その点で結論を出して協力しましょうなんていう話は一切ありませんでした。にもかかわらず官邸側のようなことを言い続けているのは、大執行訴訟で失敗をして一旦和解をして撤退をしなければいけなくなったことをことしようとしてああいうことを言い続けてるだけなんです。だからマスコミの皆さんも官房長官にも同じことを聞いて、官房長官から同じことを引っ張り出してますけども、明らかに誤ったことをずっと言い続けてるわけです。もう散々この話してますから、もうやめませんか。そもそもこの手続きっていうのは辺野古の埋め立ての大きな
課題について作らせる作らせないということは極めて政治的な問題でありますし、その過程で生じる行政処分もさまざまなものがあります。この裁判はその中の一断片である、こういう水面埋め立て承認処分という、海を埋め立てるという行政処分をどうするかということに限定された手続きなんです。その手続きに関する裁判所の判断だけで辺野古を作る作らないということが政治的に決着がつくはずがないじゃないですか。そして他にもさまざまな行政処分が予定されていて、その行政処分についてはそれぞれ特有の処分の要件があるわけですから、政治的に合意したからといって要件が適合していないのに承認するわけにもいかないし、要件に適合するのに承認し認めないわけにもいかないし、それは淡々と法に基づいてやるしかないわけですよ。ですから、政府が和解条項和解条項というふうに言っているから皆さんも取り上げるんでしょうけれども、そういうところはやっぱはっきり確認してもらいたいというふうに思っております。蒸し返すなと言われてますが、言うまでもなく、和解条項9項は是正の指示の取り消し訴訟判決確定後はという和解条項なので形式にまず該当をいたしません。もう一つ、日本は法治国家であります。別の手続きが起きたときにその法律が定めている要件を満たしていないのに承認をする、あるいは満たしているのに不承認するなどということを法治国家で取り決められるわけがありません。日本は法治国家です。そのことをよくお考えいただきたい。はい、どうしましょうか。はい、すみません、もう一件お願いします。ごめんなさい、ちょっと細かい話なんで弁護士の先生に伺いたいんですが、今日の判決ですね、取り消し の、 今まで違法性とかですね、それから、不当性とか瑕疵という問題が争われてきたんですけど、高裁の判決ではですね、違法性だけではなくてですね、ごめんなさいね、ちょっと待ってください。裁量権の行使が、逸脱とか乱用にわたり違法であると認められることを要すると。で、原処分に瑕疵があるに過ぎない場合は取り消し権はそもそも発生しないというふうに高裁の判決では書いてます。で、今日の、判決ではですね、処分に違法または不当があると認められるか否かという観点から、行われるべきで、そのような違法などがあると認められないときには、職権による取り消しは許されないというふうに書いてあるんですね。これは解釈の変更を最高裁がしているというふうに受け止めているものなんでしょうか。その高裁判決、高裁判決は非常に分かる、何を言っているのか意味不明なところがあるのですが、高裁判決は明確に否定したということです。最後に結論において前任することができるというのは理由は前任してませんよということですから。ただ今回の最高裁判決も非常に非論理的な、非常に急いで出されたずさんなものだろうというふうに思っています。何かというと、違法または不当な瑕疵がある場合には、取り消せるという部分はいいのですが、じゃあ違法と不当がどう違うかという難問中の難問があります。今まで裁判例のほとんどが、最高裁判裁判例もなければ、下級審の裁判例もないという行政法上の難問中の難問があります。ところがそこについては何も言わないで、事実の基礎を書き、あるいは明らかに妥当性を書く場合という違法とごっちゃにしているんですね。ただ全くこう論理をなしていないんですよ。本来これものすごく今後に過去を残す、日本の行政法学行政判例にこれが前例となりうるならば過去を残すような非常に非論理的な判断をしたところなんですが、これはやっぱり最高裁は
そこの難問中の難問に前例もない学説もほとんどない問題にごまかして2ヶ月という判決を出したということの一つの証左となっている部分で、これは今後行政法学者から批判が崩壊として起こるだろうというふうに考えているところです。高裁判決は否定します。ただ高裁判決を否定した最高裁判決というものが非常に問題だろうと思います。ほとんど理由が何もない、メルマ要件もわからないという意味では非常にずさんなものがあっという間に出された判決だなというふうに思っています。琉球新報さん、琉球新報の島岡と申します。よろしくお願いします。今日 その判決受けて今後県が仮に他の権限を行使する可能性もあるかと思うんですが、率直に言ってそんなに県の手元にはもう手にあふれるほどの権限はない中で、先ほど松永弁護士もおっしゃってましたが、政策的なことは書いてないにしても、そのかなりスピード判決をどんどん出していくということで、今後県が権限を行使してもそのどん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 そのカードが切られていくという状況が起こりうるのかなというふうに率直に感じる部分もあるんですが、先ほど知事おっしゃったこの県民の歴史を考えたときに、日米地位が日米この計画というのはその追い込むというふうに続けていくというふうに先ほどおっしゃってましたけれども、その今この節目を迎えて知事はその沖縄県県民がそれを止めることができるという根拠をお持ちかどうかということと、概念的なこととは別にその権限の行使とは別に、今後知事ご本人としてこの計画を止めるにあたって何かその改めて戦略を描いていて、こういうことがしたい、ことがしたいということを何かお持ちなのでしたら教えていただきたい。はい。今おっしゃった、あらゆる手法を用いてというようなことは、先ほど和解条項の説明の中でもありましたが、それは判決に従う判決といいますか、それを元の状態に戻るというだけでありますから、そういったようなものの一つ一つの、判断をしっかりとやっていきたいというのはまず一つ持っております。それから今言う沖縄県民がですね、ある意味で戦後27年間米軍施政権下の中でですね、自治権闘争というものをしっかりとスクラムを組んでやってきたと、苦しい中で県民は一つ一つ積み上げていったものがございます。その後の今日に至るまでもですね、そういったものは一つも なくなることはなく、そして今回のこの辺野古基地をですね、新辺野古基地を作ろうとすることに対しても県民は大きな力を持ってやってきました。裁判闘争という意味では今言うように敗訴になりましたけれども、県民のそういった不条理な沖縄県民にですね対するある意味では差別的なですねもの、あるいは日本全体から言うと地方自治という視点がですね大変欠けているもの、それから私たちの民意がしっかりと示されている中でもそのままやっていくというですね、民主主義の問題という意味でもですね、これは大変禍根を残すような今の状況であります。ですから私はある意味で法律といいますか、そういった権限というものにのっとってやるということと、それからやはり県民が今日まで培ってきたですね、いろんな思いを私自身肌で感じながらですね、いろんな工夫をしながら、このあらゆる手法を尽くしてですね、新辺野古基地は作らせないというようなことで、しっかりとやっていきたいと思います。そして何よりもオスプレイの配備撤回は、これはもう本当に人命に関わる、すぐ直接のことでありますから、オスプレイの配備撤回ということにつきましてもですね、これはこの大きな輪を作って頑張っていきたいと、このように考えております。他にございますでしょうか。朝日新聞さん。朝日新聞の吉田です。今の話でもあったんですけど、いろんなあらゆる権限を行使してもですね、また同じように例えば裁判とか法廷闘争があって、そこで
負けてしまうと、そういうことになる可能性もあるんですけれども、一方でですね、確か今年7月でしたかね、年月が経つごとにいろんな人の物の見方が変わっていくとか、そういうお話を確か小中氏されていたかと思うんですけども、就任して2年経ちますけれども、就任する時からこの戦いずっと始めてますけど、これに対して何かご自身としてなんか世の中の変わった実感というのはありますか？よく、節目節目でよく聞かれるもんですから、その節目節目で、若干の考え方がまたちょっと違ったりもしますけれども、よく厳しくありませんかというような話をされます、質問を受けるわけですけれども、私からすると2年前のあの厳しさからするとですね、今の厳しさは2年前の厳しさよりは厳しくはないというふうに思っております。あの時の誰も会ってくれないとかですね、あまりまた関係者のことを言ったらいろいろありますから、何がどうだったこうだったと言いませんけれども、大変この動こうにも動けないような状態が半年近く続きましたから、それを受けてそれから以降いろんなことがございました。その意味で今回最高裁の判決は出ましたけれども、私からするとこの戦いといいますか、新兵の告知は作らせない、オスプレイの配備撤回というのはですね、今まさに、新しいスタートに立ったなと、これからが、私たち沖縄県民のですね、踏ん張りどころ、力の出しどころだというふうに思っております。それをしっかり集約しながら、私自身は、不退転の決意でですね、この公約の実現に向けて頑張っていきたいと、こう思っています。こちらのオスプレイの関連なんですけども、22日に名護市でですね、オーロジャー会議が公示書に向けて公示集会を開きますが、知事も写真があると思いますが、ご参加される意向はありますか？そうですね、もうある意味で、今月末いろんな出来事があって、今月といいますか今年の末にですね、いろんなことがあって、一つの、区切りがついたようなことがありますので、22日にはですね、私も出席をして県民の心が大きく一つになれるようなものにですね、私自身、資するようなそういうことを考えております。特にオスプレイの配備撤回というものは、原因究明もままならず、この6日目には飛んでいったということを考えますとですね、これはしっかりと対応しなきゃいけないなというふうに思ってますから、22日にはですね、私自身参加をしていきたいと思っております。朝日新聞の佐藤と申します。高裁判決ではですね、国の主張をそのまま追認した、沖縄の軍事的な地理的な優位性だとか海兵隊の必要性だとかっていうのを指摘しましたけれども、今回の最高裁判決ではすっぽり抜け落ちたと思うんですけど、その点についてはどういうふうに考えますか？これ先ほど弁護士の先生から話があった通りだと思いますので、そういうふうに触れずにですね、判決を出したと、触れないという中に辺野古唯一とかですね、もろもろ高裁が出した、私たちからすると理不尽なものに触れてないというところは、この高裁とは違うところかなという話がありましたけれども、今のところ私も冒頭に申し上げました通り、6時前か5時過ぎかちょっと、その時に入ってきて、内容がですね、それでそれ以外のことについても話し合うのがたくさんありましたので、1回だけバーッと読んだだけですので、今はこういうことでですね、ご理解をいただきたいと思います。ただ本質的なものは今私言っているのではないかと思いますが、いずれにしろ改めてまたお願いしたいと思います。抜け落ちたところなんですけど、高裁判決を前提にすると、中島さんの決議は承認するしかなかったということになると思うんですが、今回の最高裁判決からするのであるならば、中島さんが不承認にしていたならば、それは全く適法でも不当でもなかったという判断をせざるを得ないんだろうと思います。中島さん自身難しい判断で迷ったと言ってるわけですから、今回の最高裁判決に当てはめるのであるならば、中島さんがもし不承認にしていればそれは適法であり不当でもなかったという判断になるわけですから、高裁判決とは全く違うものになっているんだろうというふうに思います。
テレビさん。沖縄テレビの古川です。よろしくお願いします。2点あるんですが、1点はですね、先ほど22日のお話が出ましたけれども、式典にはですね、菅官房長官が予定がつけば、参加をしたいという話もあります。稲田防衛大臣も、参加をする方向で調整という話も聞こえてきていますが、そうした政府の、大臣の方々とですね、打診などがあったらお会いする考えというのがあるのか。私は北部訓練場の返還というものにつきましてはですね、オスプレイがいわゆる鎖国合意にないにもかかわらず、あるいは関係を影響評価もなくてですね、飛び交っていくというような状況からしても、絶対に許されないということはずっと申し上げてまいりました。ですから今回の返還の式典にはですね、出席をしないということを、沖縄県全体として出席できないということを政府やあるいはアメリカ国民や政府やあるいはまた日本国民にもですね、知ってもらいたいというようなことからですね、いわゆる北部訓練場の返還というものがいかにいびつな形で返されるのかということも含めて見てもらうということを考えております。ですから、菅官房長官、稲田防衛大臣、場合によってはケネディ大使もおいでになると思いますけれども、報道によればですね、そういう場合でもこのお三方とですね、話し合いをすることはですね、私からすると全く考えておりません。もう1点なんですが、先ほどのオスプレイの配備撤回ということがかなり強調されています。辺野古と違ってですね、具体的にその配備撤回で何か尾長知事ができることですとか、県で何かできることというのは具体的にありますでしょうか。辺野古新基地を作らせないというのが当然一番でありますけれども、先ほど申し上げましたように、森本元大臣がオスプレイを置くために新辺野古基地を作るんだという話がございました。それは大変信憑性のあることでありまして、なおかつ普天間飛行場は今世界一危険とか老朽化という話の中で、宜野湾市民のことを考えているような話をしておりますけれども、やはり実際上は軍事的に普天間飛行場が、オスプレイの配備には耐えられないというようなですね、状況があると思いますので、オスプレイ配備のですね、撤回というようなことと、新辺野古基地のですね、建設反対というようなことをですね、同列に論じております。1週間前にああいう墜落事故がありましたから、オスプレイについて特に今話をさせてもらっておりますけれども、これは今言うように米軍の事故というのは今日までもいろんな形でございました。そしてまだ原因究明がしっかりされてない、それから他の機種にしてもですね、今日までそういうことがないわけですから、一番ある意味で理不尽な、県民が理解ができない、あるいはまた日米安保体制という意味でもですね、これはいくらなんでも沖縄に対して失礼だろうとこういうようなものとはですね、見えやすいものがございます。今日までのいきさつから言ってですね、ですからこれはやはり強調する中で、その解決に向けてですね、いろんな手法をですね、尽くしていきたいと思っております。やっぱり今まで話してきたことをここでですね、それの集約の話になろうかと思います。日米安保体制あるいは地位協定、こういったこと等がですね、いかに歪んだ安全保障体制になっているかというようなことも改めて申し上げたいと思いますし、この日米地位協定が沖縄にとってはですね、法治国家としてあるまじき扱いを受けているというようなことがまた一つであります。それからもう一つはやっぱオスプレイの危険性、これもしっかりという中から信頼性の欠如につながりますよと、日米安全保障体制を揺るがしますよというような話もしたいと思いますし、それから
新辺野古基地は作らさないというですね、大きな意味合いを持っていますので、それについてなぜ新辺野古基地を作るのがですね、そう簡単でないか、できないかというようなことについて、ワシントン DC に行きましたら、要所要所でですね、そういった議論をしていきたいと思っています。まあ、2、3週間前ですが、正確じゃないんですけども、皆さん方とのこういう形で申し上げたときには、2月の初旬ぐらいではないかと、でそれは概略、国防大臣、国務大臣、国防大臣とかね、こういったこととが、決まらない中で、筋道がどうするんだというのがありました。で1月20日ぐらいまでにはそれは割合、固まっているのではないか。で今は新聞等を見ますと一人一人ですね、名前が出てきておりまして、おおむね、上層部は固まってきたのかなというのも感じております。まあ、そういったものを、2、3週間前に、私どもも予測といいますかしまして、2月の初旬中旬、それはなぜかというと2月の末にはまた議会が始まりますので、こういったようなものとも考えながら前も話したわけですから、多分やはりいろんな出来事が起きますので、確定的なことではありませんけれども、2月の上旬中旬ぐらいがですね、訪米をする時期かなというふうに思っております。QAB の田原です。知事にお伺いします。ちょっと判決の話に戻るんですが、今回の町の声を取材している中で、知事には裁判所の判決に従わないでほしいという意見がありました。この最高裁の判決に従わないという選択肢はなかったんでしょうか。まあ、私は高裁の法廷でも裁判所の確定判決には従いますかというような話の中ではですね、これは法廷闘争という意味の中で、当然そういった判断が下された場合には従うべきだろうというふうに行政としては、まあ、当たり前のことだということを話してまいりました。まあ、その背景とかそういうものがで、そうならなきゃいかんというようなことは、これはもう普通に言えばそういうことでありましたから、そういうことを申し上げてきているわけでありまして、今はこういう形で、確定判決が出たときにですね、私からするとその法廷で話をしたことは行政としてしっかり踏まえて、またそういったようなものを踏まえる中にですね、むしろ大きくですね、日本国民やアメリカ国民など政府などにもですね、理解をいただける素材を作って上に行けるのではないかということもございます。ですから、まあ、いろんなこの見方ができるでしょうけれども、私はそういう方向性の中からですね、しっかりと県民と心を一つにしてですね、頑張っていくことが目的達成のためにね、重要ではないかなというふうに思っています。時間となりましたので、じゃあもう一問だけ。時事通信さん。時事通信の平原です。ちょっと確認なんですけども、これまで県として岩礁火災許可ですとか3号の災害許可、さまざまな知事権限洗い出しを進めてきたと思うんですが、まあ、そういった知事権限と承認の撤回というのはまだ知事の頭の中に阻止する手法としてありますでしょうか。まあ、私もずっとこの件については話してますけれども、あらゆる手法ということでですね、新たな手法もあるでしょうし、いろいろ議論されているものもあるでしょうし、とにかく新辺野古基地をですね、作らさないと、オスプレイの配備撤回ということをですね、しっかりとやるために、私自身、まあ、不退転の決意でですね、一つ一つの選択もしっかりとやっていきたいなというふうに思っています。そういった阻止する手法は今回の判決には縛られないというお考えでしょうか。当然私が法廷の中で話したのは、ある意味で、その判決に、取り消すか取り消さないかだけの判決に従うだけの話でありますから、それ以外は私からすると関係ないというふうに思っております。
以上で会見の方。池波委員、今みたいに県民保守主体へ阻止すると損害賠償というのを国も考えてるんです。それについて言ってお願いします。まあ、私がやるのはしっかりと県に地方自治法にのっとってですね、あるいはまあ法律にのっとって、厳正に審査をするということでありますので、そういったような損害賠償の対象にはならないと思っています。ありがとうございました。これで会見を終わります。はい。